いや、言っていいよ。俺本当にちょっとけんあの解説するわ、ちゃんと垂直にね、繊維がこうね、こうなってたら、それの垂直に見ましたか、うちのユーマのこの最高のスキル、最強、さすが。ちょ、ユーマすごいな、マジいいじゃん。これあれなの、料理中こう俺がこう話すのはもううるせえみたいな、うん、もう優しいんだね。ザグ切りに、はい、していただき、これも見てる子は本当嬉しいと思うよ、ユーマのこの料理スキルを見れるのは。さあ、行っちゃいましょう。あ、これも行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。どんな気持ちですか？はい、はい、本当だ、あ、全部可愛い、ね、全部可愛い、意気込み言います。意気込み言いますって言うと初めて見た、いきます。この中にやっぱ似てるな俺、もうちょっとハスキーですよね。この中に違う、この中に平住さん、平住さん、母さんいるか、俺東卍の頭は、この中に俺の母さんいるっていう人いる、いないよな。2組の番人に分かれてミッションにクリアしながら料理を作っていきます。ミッションはクリアするごとに食材がゲットできたら料理が豪華になります。で、豆が大丈夫、そうですね、最後まで、最後まで、はい、最後の方はなんか割りにして最後なんか叩けばいいんで、みじん切りに気持ちになれば、トムキューだけでも心配されました、ヒヤヒヤした。調味料はこれか、これのもの、なるほど、これ、まあはい、いいですよ。あー、おお、で、これを沸騰させましょう。はい、そうですね。あと、楽屋で食べてみる、うん、うん、え、めっちゃ足すやん。え、足すでしょ、ぶっちゃけ。まろやかな、ね、感じになりますね。エビマジで食レポ上手だよな。うん、話してるだけだよ本当に。助かるもんね。いや本当に俺本当に出てこないです、やばい。どうして話すだけじゃん。はい、花束です。俺映画で 花束みたいな声をしたっていうのに感動して、元の花束みたいな声をしたっていう台本みたいな本とラノベ、アクセの小説を買いました。やばいっすよ、めちゃくちゃ面白いっすよ。俺もう一回ぐらい多分行くと思う。リアルすぎて本当になんか友達の相談を見てる、見て、これなんかやりましたよ、ついに僕の勉強作り。できないけど揃えたかった。いいな、かっけえ。え、これこれは何？これ実は何なの？三角形の。何三角形？これ2。2か。2ですよ。2か。え、これは？スーツケース。これあれ奪われた時。奪われた時。あ、2、これも2。2の。そうだよね。ガチャガチャって。あ、そっちか。あれもうすごいかっこよかった。
大丈夫、ここからめっちゃ上がった。いいなぁ。だからもうやっとね、揃えましたね。いや、あと1個でしょ。あと1個なんです。いや、もうこれちょっと今スライドしてたら面白くない？タックニュースって出てきた。ニュースっぽい雰囲気の写真を作るものに変わってて最近。筋肉は絶対に裏切らない。みんなも今日からフミと一緒にエクササイズ始めてみない？入会受付中。二人と少しずつ結構ね、ワクワク。じゃあ早速、じゃあ一人目。はい、引きはぜひカフェとかでね、うん、食べながら。その組み合わせって美味しいんですか？ね、やたらアポロがみんなね、みんなおかしい。みんなアポロなのよ。調子いいな、絶対今日。うん、いるよ。シュートとは、初回ぶりです。はい、はい、初回ぶりっす。これで今何回目ですか？23ってことは、だから22回目ぶりですね。やば。僕たちダンス&ボーカルグループバディーズがお届けする番組。笑った。あシュートです、お願いします。英語の早口言葉。ピーターパイパーピックアペックをペッコプ、ピックルとペッパーズ、アペッコ、ピックルとペッパーズ、ピーターパイパーペックと、むずいな。はい。はい、ショーでーす。どうも。これ眠くなんだよな、この明かり。え、コーヒー飲んでんの？ここは。ココアか。そう、珍しいと思う。あれ、なんかこういう変だ。ああ、できた。さあ、今回もバディ抜きいきましょう。ここにあるカードを引いて、それぞれ書いてあるお題に答えていきます。カードの中には何枚かババアならぬジジイが入っています。バディカードが入っていますので、バディと呼んでください。それではスタート。オーディーズ。3月16日僕の誕生日です。はい、そうです。最初難しいよ、最初難しいですね。次さあ、そして、じゃあ次 G 鳴いてみよう。 G は、うん、こうだから、これがマイナーでも全部そうなんで、マイナーはここが1個上がるんです、あ、下がるんですけど、これでも同じようにこうかな。作りたい音によって同じコードだけど、こっちで弾くとか、なんか工夫して作ったりするらしいです、曲。MV の見どころ、あの 2番でしたっけ、あのみんなで踊る、みんなで踊るダンスをぜひ見てください。いや、自分の歌わりでしょう。すごい可愛い一行を歌わせていただいておりますので、ぜひ注目してください。すごい緊張したし、あの多分みんなバレると思いますけど、あの後ろ見ないで後ろ下がるっていうのが僕できない人間なんで。いや、まあでもやっぱりみんな言ってると思いますけど、ワンカットのあれすごいですよね。いや、もうこう完全に、いや、僕は歌うエビナーウィリエビナーウィリ
ここですね、そこです。やっぱりそこですね。いいなぁ。めっちゃかっけえやん、そこ。あそこめっちゃかっこいいっすね。ね、どうしよう。高生で今から行けないから。あの、4人のやつ使われますか？俺と、ふみえくん森兄弟のやつ。4人で。それ、そこ見どころっぽいんです。めっちゃ衣装がいい感じに。なんかあそこカラフルな感じなんか。めっちゃ映えてていいなと思って、やっぱそこを見どころポイントです。はい。これでも長い。見てください。MV の見どころは、ズバリ僕の自撮りカメラワークですね。ああ、そこめっちゃいいよ。あそこは実は、もう、あの、ブレない三脚を使って、こう一眼レフを持ってるんですけど、重くて。でも、こう、元々近くで持つと、顔面ダップになるので、めっちゃ手伸ばしながら、あってなりながらやってます。それを踏まえて、もう我慢してる。ちょっと我慢してるんですけど、顔作って一生懸命持ってます。ここが最有機の世界か。いや、マジで。おっす、これは孫悟空。これ。甘エリアンボイティフィッシュフィッシュフィニッシュ。楽しかったですね、本当に。いや正直あの、体力的にはめっちゃしんどくて、結構、今までにないぐらい体を追い込んだんですけど、すごい助けてくれるキャストさんがいたので、なんとか頑張れました。そこからなんか、ジョーって役やったんですけど、ジョーがどんな人なのかとか、誰と仲が良くて、仲が悪いのかっていうのを、自分の中で、まあ、せいやと一緒に整理して、そうですね、一個一個なんでこのセリフ言うのかを考えながらやりました。大泣きしました。いやもうなんか最後エンドロールが幕が閉まってる状態で映されてるんですけど、その裏ではもうキャスト陣でもうーってもうハグし合って、で僕とせいやの上役の経営の相方の役の方がいるんですけど、一番お世話になった方で、その人ともう顔を合わせた瞬間もう大泣きして、自分そういや頑張ったなって思いながら、カーテンコールはずっと泣いてました。大変でした。まだ穴残ってるんだ。技だらけでした。本当にやばかった。いやでも終わったら楽しかったです。やるまではめっちゃ大変でした。もう別人格ですよ、僕じゃないです。自分じゃ無理でしたね。自己暗示してた。そう、あの始まる前に俺は始め、俺は始めって10回言って10回言ってから出てました。